いい風呂だった。旅の疲れが吹っ飛んだぜ。体中のシワが伸びまくりで気持ちがいいしね。何をおっさんくさいこと言ってるのよ。髪ぐらい乾かしなさい。風邪ひいても知らないからね。そういうお前も羽がシワシワでふやけてるぞ。それぐらい見逃しなさいよ。デリカシーがないわね。ほら二人ともさっさと支度しなさい。ロロが情報を仕入れたから来てってさっき電話がありましたわよ。へえ、お風呂上がりぐらいゆっくりさせてよ。ハーラーさんも下着姿で出歩かないでくださいまし。うん、わかった。おいハーラー、そんな格好で出歩くな。っていうか、なんで下だけ履いてないんだお前は。ハレンチな。おひょー、姉さん、ええ体してまんな。はしたない、おやめなさい。はなんでわいったけが。でもさあ、行くぞ、ロロのところへ。あらあら、ガルドちゃん、そんなに急いで食べるとむせちゃうわよ。ほらほら、お口の周りが汚れてるわよ。はい、ふきふき。うん、大きに。マリサ、本当に海外しいわね。母親と手間のかかる子供のようですわ。お前、ガルドが小さい頃から一緒にいるのか。そうでもあらへんで。わいがママ母の仕打ちに耐えかねて家を出たのが8つの時で、その2年後やったから、わいが10の頃に会ったんや。今何気に重い過去をちらつかせたわね。10歳ならまだ十分小さいですわよ。そうか。でも10歳なら一人で生きていけるで。もう十分大人や。随分とシビアな環境で生きてきましたのね。この子は出会った頃なんてまるで野良犬みたいだったのよ。身なりも汚くて子供とは思えない険しい顔をしていたの。へえ、意外。今はこんなにヘラヘラしてるのに。二人の出会いはどんな感じだったの？わいが腹すかせとったら何でも願いが叶うっちゅうフューリーの噂を聞いたんや。なるほど、それで飯を出させようとしたんだな。せやせや、さすが旦那はわいのことよう分かってはるわ。そういえばファングも第一声が飯出せだったわね。そんなこんなで、よっしゃ、フューリー抜けた思ったら、マリサが出てきたんや。ご飯出せって言われた時は驚いちゃったわ。ああ、わかるわその気持ち。飯の代わりに出てきたのが口うるさいマリサやって、ワイも驚いたわ。口うるさかったのか？甘やかしてるみてえじゃねえか。昔はめっちゃ口うるさかったんや、これが。あの頃のガルドちゃんってば、とーっても不健康な生活を送っていたの。パートナーになったからには、まずは生活を改善させなきゃって使命感に燃えちゃったのよ。初めはうざかったんやけど、あんまり本気ではあいのこと心配するもんやから、なんや、情が湧いてまってな。だんだん心を開いてくれたのよね、ガルドちゃん。いいお話ですわね。フェンサーとして腕を上げた頃にドルファの求人があったんや。まあそこからは知っての通りやな。汚い仕事もさせられたけど、こうして旦那に出会えたんやから結果オーライや。見ろ、これが俺様の人徳のなせる技だ。俺様の人徳がこいつらを救ったんだ。
人徳から対極にありそうな人が言うと説得力皆無ですわ。つまりあんたとガルドは似た者同士で、単にルイは友を呼んだって話でしょう。皆さん、これからもうちのガルドちゃんと仲良くしてあげてね。やっほー、お兄ちゃん、いらっしゃい。今日の情報はこのお値段だよ。毎度あり。今度のフューリーはユーイの谷だよ。気をつけてね。ああ、わかってる。ねえお兄ちゃん、ついでにこれ買ってかない？ドルファ社製のフューリー探知機なんだけど。フューリー探知機、そいつはすげえじゃねえか。でも100回に1回しか当たらないんだって。なんだそりゃ、いらん。たぶんドルファってのはろくなもん作ってねえな。気のせいか。どうしたの？あ、そうか、確か。ああ、また襲ってくるかもな。気をつけて、ファング。サツ。今、聞こえたな。どこだ？さっきから何をキョロキョロとされてますの？挙動不審者は通報されてしまいますわよ。うるせえな。俺には俺の考えがあるんだよ。我らを狙っている者がいるな。切るか。ダメだ、俺はそいつと戦いたくない。わかった。だが危険だと判断したら問答無用で切り捨ててでもお前を守る。確かこの奥にフューリーがあるんだったな。なんでわかるんや。勘だよ勘。俺くらいのレベルになるとフューリーを気配で察知できんの。確かにフューリーによる空気の変化が感じられる。え、マジで？まあいいや。とにかくこの先に行く前にあいつに出てきてもらう。なんや、あの耳の生えた岩。あの特徴的なお耳は。出てこいよエフォール。サツ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 。気配を消していたのによくわかったな。とエフォールは申しております。お久しぶりですね。みな、サツ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 。お前らから受けた屈辱は忘れてない。人のことを言いたいだのなんだの言いやがって。そこのフリフリミニワンピース着たやつの方がよっぽど痛いし、とのことです。まさか私のことを言ってますの？この私のお嬢様スタイルが痛い？サツ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 。エフォールを痛い子呼ばわりしたこと死んで後悔させてやる。結構傷ついてたのに。サツフェアライズ。貴重な機会だ。サツ最新モード。はあ、さてと詳細データを。手加減せん。芝居だれ。地獄殺いくぜ。計らせてもらおう。覚悟しや。どなたが相手かしら。殺任せておけ。サツさあ、芝居だれ。これからですわ。どっちや。行くぞ。さてはさて、サツどなたが相手かしら。やるで。
殺みなぎりますわ。計らせてもらおう。行くぜ。さつまったく、わたくしとしたことが。行くぜ。さつ手加減せん。さつどなたが相手かしら。行くよ。やらせてもらう。やるで。行くぞ。さつ覚悟しや。さつさあこれからですわ。さあ力のみなぎりを感じる。悪いな、役者が違う。サツサツサツ、エフォールは負けました。どうぞ私を殺害なさりやがってください。お前もそれかよ。俺はお前に勝ったんだ、だから俺に指図すんな。サツでは、エフォールはあなたを殺します。たあもういいかお前、俺が勝ったんだ、だから俺の言うことを黙って聞け。とりあえずバハスのおっさんが作ったスイーツを食え。サツ、私はあなたを殺したくて仕方ない、理解不能と申しております。毒なんてせこいもん入ってねえよ。作るのはむさいおっさんだが、正真正銘極上のスイーツだぜ。おっさん、なんかあんだろ、出してくれ。おお、そういうことならチョコクッキーぐらいしかないが、これでいいか。 OK だ。よし、しのごの言わず黙ってこのクッキーを食え。話はそれからだ。食べてみて、それでも俺を殺したけりゃまた戦ってやるよ。サツ、一口だけならと申しております。個人的には見知らぬ人からの施しはエフォールにおすすめできませんが。どうだ、どんな気持ちだ。おいしい。おいしいとエフォールは。え、エフォールが普通に喋った。それにおいしいだなんて。だろだろ、うまいだろ。うまいもん食うとな、胸のモヤモヤがすっきりすんだろ。そしたらな、それでもまだ俺を殺したいか。サツ、それは殺したい。そうか、最初はそれでも仕方ねえ。だが俺たちと一緒に来たらいつでもこのうまいもんが食えるぜ。どうだ、俺たちの仲間にならねえか。仲間、ま、ただの同行者ってことでもいいわよ。あなたの行く先々に偶然私たちがいて、一緒にご飯を食べる、それならどうかしら。エフォール、戸惑っているのですね。無理もありません。エフォールは戦うことしか教えられませんでした。戦う以外に生き方を知らない、そう育てられたんです。でも私はずっと普通の女の子みたいな楽しみをエフォールに知ってほしかったんです。カリン、エフォール、この方たちと共に行きましょう。そうしたらあなたは変われるかもしれません。カリンがそこまで言うなら。でも殺すの諦めたわけじゃないから。何でもいい、お前が俺たちと来るんならな。よろしくお願いしますわ、エフォールさん。ゆっくりと時間をかけてお嬢様スタイルの素晴らしさを教えて差し上げます。また賑やかになりそうだね。皆さん、エフォールをよろしくお願いします。